この男、審査隊革命児秋山純が堂々と入ってまいりました。を見ていただいて感想をお願いいたします。そうですね、両選手とも肌ツヤがいいですね。いい練習してきたんじゃないですか。ああ、そうですか。バックエルボー、ブレンバスターに取ります。ブレンバスター高速で投げてまいります。バックに回ります。させません。足を狙ってまいります。掴んだ、ガードします。腕を回します。ブレインバスターで叩きつけます。肘を打ち込んでまいります。ロックアップ、サイドからヘッドロックの体勢に移行します。ロープブレイク、抱えます。耐えます。行くのか、エルボーで返します。腰を落とします。エルボー張ってまいります。腕をフックし、強烈であります。DDT。ショルダータックル。ストンピングを叩き込んでまいります。抱えます。エルボーを入れていきます。掴みます。パンチで返します。類まれなスピード&パワー。そして何よりも不死身とも言うべき驚異的なタフさを誇ります。この田中雅人、国内外の数々のインディー団体で名を挙げてきたわけでありますが、体中に刻まれたこの傷がくぐり抜けてきた修羅場を物語っていると言っても過言ではありません。ストンピングです。腰を落として逆エビ固めの体勢です。ロープにブレイクしました。組みに行きます。逆に返します。ニードロップ、腕をフックします。ブレンバスターで切り返します。抱えます。 DDT で切り返します。行くのか、エルボーでブロック、ドロップキックを見舞ってまいります。蹴ってまいります。組み合います。巻き投げで切り返します。こうやって攻められると厳しいですね。後で踏ん張りが効かなくなりますからね。ああ、そうですか。足を殺してまいります。起こしてまいります。ジャンピングにスタンディングを取らせます。抱えます。打たせません。掴みます。
チョップを連続で打ち込んでいきます。起こします。ラリアット2位を落としていく。組み合った、正面から投げていった。抱き起こす、いけるか、投げていった。ストッピング、ストッピングを叩き込む。逆にバックに回った。今頭打ったんじゃないですかね。脳天下田が打ちつけたか。これで決まったか。ロープに逃れました。張り手、おっと逆に取る。エクスプロイターが火を吹いた。勝負の分かれ道はどのあたりになりますかね。ちょっと僕にも想像がつきませんね。打たせない。さあ首をかっきった、掴んだ。あっと逆に蹴っていった。エルボーで返す、コブラクラッチに取った。おっとこの体勢から強引に回していく。ロープブレイク、組み合った、ロープに振ってクリーンヒットしましたね。はい、グロッキー状態か。起こした、スピアタックル。10分経過。さあ渾身の力で締め上げる。これは完全に入ってますよ。ここで返されると痛いですよね。流れが変わりますよ。勝負のポイントですね。湧いてこい俺の力。コーナーに登って、なんとジャンピングに引き起こす。ジャンピングにエビに固める。ロープに逃れた、抱えた。マット逆に返した。ガジェット組み合った、ロープに振った。後ろに投げていった。ノーザン行くのか。ノーザンライトが先行を放った。ロープに逃れました。エルボーで切り返す。ブレンバスター行くのか。あー危ないですよ。垂直落下か。立たせていく、トップロープを狙う。トップロープからのエルボー、引き起こす、首をかっきるのか。いけるか、巻き投げで切り返した。変形のキャメルクラッチで絞り上げる。組み合った、対角線に飛ばした。デスバレーで叩きつけた。起こした、あっと垂直落下式のブレーンバスター。あっと逆に腕を取った、エクスプロイダー首から落下。抱き起こす。